開く。これは何？マイク入ってますよ。ズルじゃないの。かっこいいね、見た目。すげえかっけえ。音声の聞き比べのテストしてみようか。音声テストの文章で何言ってんだ俺。皆さんこんにちは、ハングリーガイです。今回の動画は新しくマイクを買ったのでレビューさせてください。今回購入したマイクはオーディオテクニカの AT4040 というコンデンサーマイクで、この AT4040 というマイクは DTM をやっている方がボーカルや生楽器を本格的に録音したいとなった時に十分通用するようなスペックになっています。今回自分はこのマイクはこういう動画とかのボイス収録だとか曲を作った時のボーカル収録のために買ったわけですが、このオーディオテクニカのこれを選んだ理由としては、やっぱりレビューを見てると、まあ、癖が少ないっていうのが一つのポイントになってて、結局曲とか作ってる時にボーカルって後からその調整かけたりしたいから、やっぱり癖がないっていうのはとりあえず自分としては一つ欲しいポイントになってました。まあでもこの AT4040 DTM をやらない人にとってはちょっとお値段そこそこなマイクになるんだけれども、このオーディオテクニカこれの買いモデルみたいなのもあって、まあ、AT2020 っていうこれよりもっと安いバージョンのがあるんだけど、まあそれもすごい評判が良くて、まあ本格的に曲作らない人であれば、これのその買いモデルのコンデンサーマイクを使うっていうのもすごくいい選択かもしれないね。そんなわけで今回はこの AT4040 を実際に使用してみて、このコンデンサーマイクの実力を測っていこうと思うよ。まあただこれセッティングするまで前のマイク使わないといけないっていうのはちょっともどかしいよね。まあとりあえずせっかくだから箱開けていこっか。やっぱね、新しいもの買った時ってね、開けるときは一番楽しいですから。開く。あー、出る、大丈夫。問題ないです。どこだ？開ける口どこだ？あー、ここが開くのね。ここ、パカッ。あ、いいねー。嬉しくなっちゃうね。オープン。おお。これは、何？ごめん、これはただのマイクポーチだった。もう、先に本体見よう。やっぱ見るなら本体でしょ。見て、これ本体入ってる箱。すごい、なんか、ちょっと高級感あるよ。いい感じ。ここにね、めっちゃオーディオテクニカって書いてある。いや、箱かっこいいだけでテンション上がるよね。こんにちはー。おー、マイク入ってますよ。ズルじゃないの。こちらね、AT4040 の本体がこちらに入ってございます。取り出しちゃう？出しちゃおっか。はい。こちら AT4040 の本体です。黒い艶消しで、かっこいいね、見た目。すげえかっけえ。いや、まだ使ってないのにテンション上がるね、これは。ちなみにマイク見る感じ、わかるかな？ここにね、ローカットのスイッチ。低い低音をカットするかどうかのスイッチがついてたりだとか、あとこれはパッドスイッチかな。大きい音量で撮りたい時とかに切り替えるスイッチだね。いいよね、こういう高級感ある箱。大事にこうやってしまうわけだからね。あともう一個箱入ってたけど、これは多分マイクのショックマウントかな。オープン。こんにちは。どれどれ、入ってますね。こんにちは。ほらほらほら、これマイク取り付けるショックマウントだね。なんか見た目ツヤ消しでプラスチックっぽく見えるけど、金属だね。結構し、めちゃくちゃしっかりする。え、いいじゃんこれ。ここのショックマウントにこうやってマイクを、あー、いいね、かっこいいね。まあ、かっこいいだけじゃなくて、お前一応自称音のプロならちゃんと音で試せよって話ではあるんだけど、じゃあこれセッティングして実際に使ってみようか。はい、皆さんどうですか。設置してみましたよ。今実際この音声を録音しています。まあでも急に変わっても分かりづらいから、とりあえず一旦古いやつと音声の聞き比べのテストしてみようか。はい、古い方のマイクで音声テストを行っていきます。こんにちは、自称肉体派サウンドクリエイターのハングリーガイです。毎日一生懸命スケベなコンテンツを作っていきますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。音声テストの文章で何言ってんだ俺。はい、オーディオテクニカ AT4040 で音声テストを行っていきます。こんにちは、自称肉体派サウンドクリエイターのハングリーガイです。毎日一生懸命スケベなコンテンツを作っていきますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。なんだこのテスト。はい、皆様いかがでしたでしょうか。自分が確認してみた感想だと、確かにこっちの AT4040 の方がより一層クリアになってるような感じはしましたね。自分はどちらかというとあんまり機材にこだわりがないタイプで、
ひょっとしたらこれ聞いても違いわからないんじゃないかなって思ってたんだけど、いやでも実際聞いてみたら確かにこれいいねってなりました。このオーディオテクニカの AT4040 の詳細な情報や商品へのリンクは概要欄に貼っておきますので、興味のある方、コンデンサーマイク欲しいなと思ってる方はぜひチェックしてみてね。下位モデルの AT2020 の情報についても概要欄に貼っておきたいと思います。そんなわけで今回の動画は以上となります。今回の動画が参考になった、面白かったという方はチャンネル登録や高評価をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。これからの収録楽しくなるね。チャンネル登録してくれ、高評価もしてくれ。